さて休憩終わりましたので戻りたいと思います。よいしょ。こうやって手で押すときもそんなにやっぱ重くないですね。結構軽いです。よいしょ。じゃあ帰りますかね。周りで帰りたいと思います。いやスムーズだな本当にこのバイクは、いいバイクだ。右手には日産のニスモがあります。いつも6速巡航してますけど、このやっぱりこの高速道路のね継ぎ目の突き上げが結構ドンってくるんで、それがちょっと辛いな。それさえなければ何も言うことない感じ。マルチエンジンのですね、この GSX750 ですね。トライアンフのストリートトリプルと比べるとさらにこうなんか滑らかになったような感じですね。で音もね、あのノーマルマフラーにしてはすごくいい音しますしね。まあ、各パーツ、あの普通の、まあ、パーツを、使ってるんですけど、サスは倒立になってますし、フロントブレーキもラジアルマウントになってて、しっかり今風の感じにはなってるんで、その辺は別に走って性能動向が分かるっていう、レベルじゃないんで、僕も、そんなにこだわるとこじゃないのかなと思いました。ただやっぱりそのなんていうんですかね、この突き上げギャップを超えた時の突き上げ感っていうか、それはちょっとね目立ってるような感じがするんで、まあ、そこが気になるかどうかっていうのと、あとはこの見た目のとこですよね。結構思ったよりぼってりしてるんで、そこが慣れるかどうかっていうところですかね。まあ見た目のところなんでね、なんかちょっとこれストリートファイター系っていう感じなんですけど、なんかカスタムしても面白そうですよね。自分好みの形に変えるっていう、このね大型のなんかシュラウドがついてるんですよ。これシュラウドみたいのが、これ多分ごっそり外れそうなんで、なんか外してちょっとね今出てるネオレトロ風の感じのルックスにしてもちょっと面白そうな感じはします。まあパワーはもう本当ね申し分ないと思うんで、本当はこれ峠とかね奥多摩の方とか行ったら面白そうなんですけど、さすがにちょっとその時間はないので、そこまではできないですけどね。ここで中央道の方で帰りたいと思います。おお、空いてて気持ちいい。これは曲がって楽しいバイクですね本当に。
こういう高速道路みたいな綺麗な路面でこうやってひらひらとやれるとものすごく気持ちいいバイクですね。これで山手トンネルの中ずっと通って中央道の方抜けて、バイク屋さんに返却ということになるんですけども、あと1時間ちょっとぐらい時間残ってるんですけど、まあちょうどいいと思うんでこのままバイクを返しに行こうと思います。いや、トンネルの中はね本当に開けるといい音がするんでいいですね。とっても楽しいです。混んでますね。ちょっと中央道に入る西新宿ジャンクションめちゃくちゃ混んでます。すり抜けってこういう動画に上げちゃいけないんですかね、これもしかしてあんまダメなのかな。でも海外の有名なオートブロガーもね結構じゃんじゃんすり抜けしてますもんね。これだけはね本当バイクで良かったと思う瞬間ですよね。雨降ってくるともう目も当てられないですけど、バイクは。さあ戻ってきました。高井戸から入って大黒ふ頭 の大黒パーキングエリアまで行って、で今また中央道高井戸戻ってきました。ここで降ります。お、なんだ今のマンホールかな、ドンドンって。ちょっとサスが硬いのかな、少し硬めのサスなのかもしれないですね、やっぱスムーズですよねマルチエンジン。これ滑らかすぎてちょっと眠くなった時やばいかもしれないですね。心地よくて乗り心地がヒューンって感じなんで、バイクで眠っちゃったらもう即死ですからね、さすがに眠れないですけど。ちょっと抜け道通って帰ります。やっぱいいっすね。やっぱ開けないとダメだなこのバイクは。さああとちょっとねこのカメラの電池残量ももう今給電しながら撮ってはいるんですけどね、さすがにもう持たなくなってきたので約2時間ぐらい今撮ってるんですけど、給電してフル充電で、ソニーの HDR の AS300、約2時間ぐらいが限度っていう感じですかね。だからちょうどいいので、この辺でちょっと今日の感想というかお話できればと思うんですけど、マルチにあんまり乗った経験がないので、それもあるんですけど、エンジン のフィーリングがすごく気持ちいいというか、滑らかに回るっていうのがやっぱり一つ特徴ですかね。
この中間排気量 750cc っていう、排気量で、マルチのエンジンってすごい少ないと思うんですよ。まあ、XSR は3気筒だし、 XSR900 ですね。で、700の方もパラレルツインなんで2気筒で、まあ、僕が今ちょっと一番気に入っちゃってるトライアンフのストリートトリプルも3気筒ですし、 Z650 なんかも2気筒だし、まあ、今度出てくる川崎の Z900RS、 これはマルチなだと思うんですけど、まあ、それぐらいなんですかね。この価格帯でマルチが選べるっていう、でまたスズキのエンジンの感じすごい、まあ、スズキなんて言われてますけど、感染してしまいそうなぐらい、やっぱ言われてるぐらいこう気持ちいいエンジン作るなっていうのは乗っててすごく思いました。で、あとはそのシートの感じが、ちょっとやっぱり長距離乗ってると辛くなってくるのは否めない感じですかね。何かシートカスタムとかしてもいいかもしれないです、この辺は。でも車両価格が本当に100万いかない形になってるんで、まあね、トライアンフと比べるのもなんなんですけど、160万ぐらいするんで、乗り出し価格で、まあ、その価格差でシートとかいろいろ交換してもいいかもしれないですね。とにかくこのコーナーがすごく楽しいバイクっていうのは感じますね。ギャップの突き上げが結構感じるんですけど、まあそれは高速道路一定間隔でね、道路のつなぎ目が出てくるんで、それは結構感じたんですけど、こういう山手トンネルなんか最近できた道なんですけど、すごく綺麗な道路なんで、そういうところでは本当に気持ちよく走れる、そんなバイクですね。とてもいいと思います。やってきました。アフター4のチケットでちょっと潜入してみます。もう多少